ボランティアのメリットはねめちゃくちゃゃくいいっぱいありますよただこれ条件付きですえっとねボランティアにあの使う時間が一定時間を超えてしまう確かね年間100時間だったと思うんですよ確か100時間とかそれぐらいだったと思うんですけどつまりちょっとこれうろぼえなんですけどまあ人にもよっても違うんですけど大体1年の間に使っていい時間が決まってますそこまではメリットがあるんだけどそれ以上ボランティアをやると、えー、かえって不幸になります